怪我人は大丈夫ね。状況報告。全て避難完了です。勝者も全員回収しました。オッケー。撤収。ヘリが安全区域に出るまでまだまだ気を緩めないで。こっちは終わったよ。そっちどう？終了だ。が、ユフィ、魔鋼キャノンの方を見てくれ。そこはもう、とっくに。あれ？やはりな。待って待って、おかしいって。そんなはずない。この状況であそこに人がいるはずないよ。ユフィ、先にクラウドたちのところへ戻れ。私はまだやることがありそうだ。ちょっとヴィンセント、なんかヤバそうだよ。戻ってきてよ。また会えた、ルクレツィア。ごめんなさい。なぜ謝るのは私だ。彼らの行方は未だ分かりません。当番組スタッフがミッドガルで消息を絶ち、3週間が経ちました。一体何が起こったのか。本日は彼らが最後に送信してきた映像をご覧ください。3年間開かれなかった扉、それが今開かれようとしています。ここは今まで記録にいなかった場所、シンナビル地下深くにある謎の施設です。先ほど手に入れた情報によりますと、ここに数万人の人間が移送された形跡があり、シンナが人体実験を行っていたという噂の原点といったことも考えられます。今回この調査にあたり、同テレビ局スタッフとボランティア団体による。あれは何でしょう。来たね、お父さん、早く早く。
と行け。早くしろ。見つけた。リーブとの待ち合わせ場所は ヴィンセント・バレンタイン。やっと見つけた。こやつか。はい。どこですか？エンシェントマテリオン。ズイーガーボイス。ズイーガーボイス。いいだろう。こっちです。情をそがれた。すみません。我が名はアスール。また会おう。ヴィンセント・バレンタイン、無事でしたか？ああ、リーブ、久しぶりの再会だが、随分と普通の姿だな。ははは、ここに来るまでどのぬいぐるみにしようか悩んだのですが、と、そんなことより、先ほどの連中は一体？さあな。
男の方はアスールと名乗ったが。青木アスール、ツビエトの一人。やはりこれは局長。話は後にしましょう。世界再生機構の部隊も展開を始めました。あなたも協力してください。リーブ。ん？何が起こっているのか知らんが、面倒に巻き込まれるのはごめんだ。な、3年前に一緒に戦った仲じゃないですか。今はあなたの力が必要。リーブ。やっぱり飽きまへんな。自分戦う苦手なもんやさかい、今日はリーブを着込んできたっちゅうわけですわ。せやけどヴィンセントさんは優しいわ。なんやかんや言うても助けてくれはりますんやから。で、何をさせたいんだ。あいつらを町から追い出しましょう。やり方は任せますさかい、好きなだけぶちのめしたってください。後で東の教会広場で合流っちゅうことで。お疲れ様でした。とりあえずといったところですが、奴らはカームから撤退したようです。そうか。ですがもう少し付き合ってください。エッジも襲われています。奴らは何者だ。ディープグラウンドソルジャー。ディープグラウンド。はい。ディープグラウンドとは、亡きプレジデントシンラにより作られた、存在自体隠蔽されたシンラの闇。闇。あらゆる倫理を無視し、人がどれだけ強い兵士になれるかを実験研究していた機関です。
あなたが出会ったアスールという男はディープグラウンド内でもスビエートと呼ばれるエリートソルジャーです。神羅の中でも極秘とされていたためにほとんど情報がありませんでしたが、あれほどとは。神羅上層部だったお前でも知らなかったのか。はい、おそらくプレジデント以外でディープグラウンドの存在を知っていたのは軍上層部だったハイデッカーとスカーレット、それと科学部門の総括をしていた北条くらいかと。社長交代のごたごたもあり、あのルーファウスですらディープグラウンドのことは知らされていなかったようです。都市計画責任者だった私はディープグラウンド触れるべからずとしてその存在のみ聞かされていました。先ほどお話ししたディープグラウンドの情報もスカーレットの残した記録からつい先日判明したことです。ところでジュノン集団失踪事件のことはご存知ですか。ああ、確か数十人が同時に行方不明になったと聞いたが。一般的にはそのよう。真実が漏れるとパニックになりかねないと判断して情報操作を行っています。実際に行方不明になったのは約1200人。1200もの人間が何の痕跡も残さず消えたのです。そして私たち WRO も調査を始めましたが何の手がかりもつかめませんでした。それどころかその頃からエッジにいて不気味な噂がささやかれました。夜な夜な人の悲鳴のような声がミッドガルから聞こえると。風の音、いえ何十いや何百もの苦しみもがくような人の声がです。聞こえますか、風の中に聞こえるこの音は。モニターをつけてください。全周波数で放送されています。時は来た。我らはこれより世界全ての刈り取りを行う。選ばれし者は糧となることを許そう。選ばれる価値のない者には殺戮と虐殺を与える。首、バラシ、キノ、コウシ、撲殺して刺殺して圧殺して虐殺し突き殺し尾行して暴殺しよう。我らこれより世界全ての刈り取りを行う。今の放送は、なんだ。ガードハウンド、私が相手をする。このまま走れ。ビセット、それを使ってください。大丈夫か。ええ、ただエンジンがやられたようです。すみませんが、あなたは
このままエッジに向かってください。私は先ほどの放送の件もありますし、シャドウフォックスの修理が済み次第一度本部へ戻ろうと思います。エッジには WRO の先行隊がいるはずです。できましたら解放の手助けをお願いします。仕方ない。クビリ、バラシ、キリ、殺し、撲殺して、刺殺して、圧殺して、虐殺し、突き殺し、射殺して、殴殺する。バイスもいいこと言うわ。今度はもう少し楽しめるのかしら。WRO か。あんたは？ヴィンセント・バレンタイン。リーブに頼まれここに来た。失礼した。私は WRO のシャル・アルーイ。あんたの話は局長から金がね聞いてるよ。ここで何があった？それは私が聞きたい。私はここに別件で来たのだが、静かすぎる。 WRO の部隊やディープグラウンドの連中はどうした？それにこのエッジにはまだ500ほどの人が残っていたはず。ここにこうしていても仕方がない。私は探し物があるので、これで失礼する。探し物？ああ、いつも局長に止められるんだが、これだから。何を探してるんだ？私の命だ。
生まれて初めて雨に濡れたわ。まあ空を見たのもついこの間なんだけどね。あなたがヴィンセント・バレンタイン、エンシェント・マテリアを持つ男。エンシェント・マテリア。ええ、持ってるのでしょ。オメガ制御の鍵、素直に出せば苦しまないように殺してあげる。交渉決裂？じゃあゆっくりともがき苦しみながら死になさい。なぜだ、なぜこんなことに。うるさい。何、うるさい。まったうるさいんだ、どいつもこいつも。サイドだ。
気がついたか。待て待て、今出すから。ここは WRO 本部の研究室だ。君はエッジでツビエイトと戦闘後倒れていたところを私に保護された。おそらく君の体の中にあるという魔獣の因子が暴走したと考えるが、よくあることなのか？暴走？カオスが？カオス？カオス生命体の因子を持っているのか？そうか、君とルクレツィア博士は朝からの因縁があると聞くしな。君は彼女の研究成果なのか？研究？ルクレツィアの？いや、すまん、言い方が悪かったな。違う、カオスはルクレツィアの研究。まさか知らなかったのか？元神羅永久研究員ルクレツィア・クレシェント博士、彼女の論文の一つ星の循環、その中で彼女が定義していた異生命の一つがカオス生命体だ。しかし内容があまりにも得意だったため神羅内でも相手にされていなかったらしい。ごめんなさい、目覚めてしまう。大丈夫か？その論文読めるのか？ダメだな。物が古い上にマイナーすぎる。データベース化もされていない。私も以前神羅の資料室で断片を見ただけだ。ヴィンセント、もう起きても大丈夫なのですか？エンシェントマテリアの持ち主はどうしている？ロッソとの戦闘後、同じ場所より動きません。おそらくそこが WRO 本部です。そうか、これで巣から叩けるというものよ。エンシェントマテリア、それがオメガを制御する鍵。赤のロッソはそう言ったのですね。ああ、わかりますか？星の淀み生まれし魂、汚れのぞき清き流れ、終わりなを持つオメガへ導く。その名はカオス、星の海への導き手。それはルクレツィア博士の論文にあった一節だが、詳しいことは知らん。私の読んだものはただの断片だったのでな。ただカオス、オメガ、そして全てはルクレツィア博士につながっている。無関係ということはないだろうな。あとは彼女の記録から調べた方が。なんだ？
入を始めました。急いでください。私一人で大丈夫です。それより次へとアスールをお願いします。止まれ。よくわかりましたね。やっぱり。シェルクだ。WRO に知り合いはいませんが。お互い。10年前からシェルクなんだろう。私だよ、シャルアだよ。ずっと探してたんだ。近寄らないでください。シェルク、あなたが誰で私が誰だろうと何の意味もありません。私はディープグラウンドの兵としてここにいます。違う、意味はある。お前はシェルクだ。10年経ったって私の妹のはずだ。そうですよ、10年経っているんですよ。あの時適性があると無理やり連れ去られ、体はもちろん頭の中までかき回されて、毎日毎日行われた実験と調整、そして連日与えられた苦痛と恐怖。そんな日常を10年です。私の姿を見てください。これで19ですよ。その上魔光を浴びてなければ1日と体が持たない。でも自分が世界で一番不幸だとは思っていません。ただいつか誰かが助けてくれるかもなんてありもしない希望を持ってしまっただけ。もう終わりにしましょう。やめてください。リーブ・トゥエスティ、あなたが彼女の妹シェルクさんですね。ちょうどいい、あなたもここで消去しましょう。彼女を見なさい。
それはあなたを取り戻すためにシンラと戦ってきたその結果です。彼女は腕を失っても目を失ってもどんなに死に瀕しても生にしがみついてきました。あなたを助け出すまではと。内臓の多くも人工物になっているため一日のほとんどを拒絶反応による苦痛で過ごしています。それでも彼女は。くだらないくだらない、バカみたい。引けません。ヴィンセント。これを。大丈夫。あれは麻酔装置です。ここは彼に任せて。また王だな。一つ問う。貴様はなぜそこにそうしておる。やはり己が存在理由も知らぬ出来損ないか。まあいい、貴様の代わりに我ら。程度では我が身を包む防壁は破れぬ。さあでは変身とマテリアいただくとしよう。ヴィンセント、こちらへ。行くぞ。よくぞ我が結界を破った。ここで蹴りをつける。お前は下がっていろ。久方ぶりの殺し合いだ。見事。しかしまだ
終わりではないぞ。どこへ？ニブルヘイムへ向かう。死んだ屋敷ですね。確かにあそこなら。わかりました。ただ現在ニブルヘイム近辺にもディープグラウンドソルジャーが展開しています。死んだ屋敷に入るのでしたら旧魔鋼炉付近から伸びる下水を使うといいでしょう。下水か。私はどうも地下に縁があるようだ。さて、私の方でも探ってみましょう。奴らが何をしようとしているかを。変わった住人が居座ったようだ。本社から護衛のため赴任してきました、ヴィンセント・バレンタインです。嘘。あ、なんで、あの人の。あの、ごめんなさい。そう、タックスなんて初めて見たもので。ルクレッツァです。よろしくお願いします、護衛さん。導く者、兄さん。オメガ。漆黒の闇。ネロ。Thank you.
クレツヤ。ヴィンセントだよね。私のこと調べに来たの。星の淀み生まれし魂、汚れのぞき清き流れ、終わりなを持つオメガへ導く、その名はカオス。星の海への導き手、これは古代種のものとおぼしき遺跡にあった一部、終末の物語。オメガ、終わりを示す名を持つ。それはあたかも他の命と同じようにライフストリームから生まれ、ただし星に存在する全ての命を使う。そしてその命を全て終わりから始まりへと導くため、星の海へ飛び去っていく。これはこの星で命が循環するように、空でも同じように循環するというシステムの一つなのかもしれない。分かることは、オメガが生まれればこの星に生きる全ての命が終わること。オメガが飛び去った後、ここは死の世界へ変わること。詳しい資料はここに残します。それであなたがこれからどうするのかわからないけど、ただごめんなさい。
今のは。こんなところで会えるなんて。でもちょうどよかったわ。そろそろ会いに行こうかと思ってたから。お前らはオメガをどうするつもりだ。さあ、私はそれほど興味がないから。何？でもね、バイスが欲しがってるの。ジーガー・バイス。ディープグラウンドの全ソルジャーはバイスに賛同し、彼のために動く。だから彼がオメガを求めるなら、私たちは全てをかけて彼にオメガを与える。その結果、この世界がどうなろうとも。でもそんなの抜きにして人類皆殺しなんて、楽しいこと断るわけないわよね。私の悲願なのよ。みなごろし。だって私は人を殺すためだけに生まれてきたのだし、他に何の自由もなかったのよ。でも3年前、私たちは初めて自由を得たわ。闇と魔法しかない閉ざされた世界だったけど、それで自由を得た私たちが何をしたと思う？殺し合いよ。みんなそれしか知らないんですもの。仕方ないわよね。私も数千のソルジャーの血を浴びながら生き残った。でもそれは私にとっては徹底的に余裕だったわ。それで思ったの。世界中の人間だって殺せそうだって。あなたにもわかるでしょ。分かりかねるな。よく言うわ、所詮は同じくせに。まともに制御できないんだ。でも終わりにしてあげる。舞台の忍びが。あの傷で生きながらえるなら、次こそちゃんと切り刻んであげる。でもこれで
わりが始まる。本当なのか？何がだ。今回のプロジェクトにルクレツヤ、ルクレツヤ博士をと聞いたんだが。本当よ。それがどうかしたの？お腹の赤ん坊を実験に使うなんて。はっ、お前が何を言いたいのか知らんが、彼女も私も科学者だ。それにこれは私たちの問題だ。部外者は口を出さんでもらおうか。いや、何？あ、言いたいことがあるならはっきり言って。だから君は本当にそれで。なんで君はなのよ。私だけの問題ならあなたには関係ない。ああ、そう、私には。見てるだけだった。彼女を止めなかった。そして、それが罪。だからこれは、与えられし罰。初めて君と出会った場所で、そこでも君は咎められるのは私の方だ。あの時止めることができなかった私の。私聞いてくれました。天知る地知る人が知る、悪を倒せと私呼ぶ。雲帯に咲く一輪の花。ユフィー、キサラギ、ここに剣ざー。
フィ。久しぶりだな。頭は大丈夫か？なんかすごいムカつくんですけど。ああ、まだ無理しちゃダメだよ。胸に穴開いてたんだから。胸に穴？私もこりゃ死んだかなって思ったけど、みるみる治ってたよ。相変わらずっていうか、前にも増して便利な体してんね。ユフィ、お前はなぜ？私、リーブのおっちゃんのところに協力してんのよ。で、ニブルヘイムを調査してたら、死んだ屋敷であんたがドテーって倒れてるから、慌てて助けたわけ。ヴィンセントは私に救われたんだ。どうだ、感謝しろ。そうか、感謝するよ。ありがとう。やけに素直じゃんか。そうだ、それよりリーブのおっちゃんが目覚めたら連絡くれって。気がつきましたか。よかった。私の方はいつもの姿で潜入したんですが、見事に殺されてしまいましたよ。そこで最悪のものを見てきました。なるほど、オメガ。何にせよこれ以上の犠牲を出すわけにはいきません。足並みが揃い次第始めましょう。もちろんお二方にもご協力願いますので、お早くこちらにお戻りください。あ、先ほど転送いただいたディスクはこちらで解析を始めます。それでは。だって、まあよくわかんないけど、とにかくあいつらぶっ飛ばすってことだよね。私もあいつらにはもう腹渡煮えくり返ってたし、まあ私にかかればあんな奴らなんかもう全然オッケーなんだけどね。聞いてんの？ほら、ちょちょいのちょいってこってんぱんにやっちゃうんだから。大丈夫か？敵を助けるなど愚かです。私はあなたを殺し、ディープグラウンドへ戻ります。嫌だね。さっきは結構不意打ちっぽかったし、いろんな気持ちがごちゃごちゃになってかなり私らしくなかったが、今は落ち着いた。だからはっきり言うぞ、いやだ。私はシェルクに殺されたくないし、シェルクを奴らのところには返す気もない。何もあなたに許可を取る必要はありません。
私もね、伊達に戦い続けてはいない。そうだな、10年ぶりの兄弟喧嘩といくか。それではお願いします。局長、どうしました？こちら第二艦隊、ソルジャーさん。ディープ局長、ディープグラウンド。非常警報発令。非常警報発令。やつらまた。戦闘員は地下で待機。戦闘可能な隊員は。アスールが動き出すのを待っていたのでしょう。繰り返します。何？非常警報発令。あの男は一度死んでからは始まりなのです。防止本部です。マテリアはあなたの持つ防御結界と同程度の強度だ。シェルクか、貴様邪魔をするつもりか。私の身に害を与えようとしたので止めたまでです。うん、頃合いか。犬は用済みよ。用済み？下級兵と同じように魔法を浴びねば保てぬ貧弱な体。
ネットワークに潜りデータを集めることしかできぬ貧相な能力。貴様のような出来損ないにツビエイトを名乗られ虫ずが走っておったわ。それにこれはバイスの名誉。バイスの？貴様の役目はエンシェントマテリアを持つ者の特定。そのためにあの女の断片とやらをその身に記録したのであろう。しかしそれももう必要がない。むしろこやつらに渡れば不都合があるやもしれぬ。これはあらかじめ決まっていたこと。憂いなく星に帰るがよい。ヴィンセント、セレク、逃げるぞ。早くしろ。話しなさい。嫌だね。私たちはこれから10年を取り戻すんだ。だからこんなところで。シャルは、なんでここから逃げろ。え、いいからシェルク、全然お姉ちゃんらしいことしなかったな。今まで助けられなくてごめんな。ヴィンセント、この子を頼む。おい、シェルク、生きててくれてよかった。今でも情けないですよ。ジュノバ戦役の英雄だなんだともてはやされてもこのざまですからね。私も同じだ。それで？え？お前はここで泊まるつもりか？時を止めた私に前へ進むことを教えたのはお前たちだったんだがな。ヴィンセント、目覚めないんだってさ。頭にも損傷があって、奇跡でも起きない限り目覚めないって。ヴィンセント、あんたがそばにいて何してたんだよ。
すまない。ごめん、私が言えるわけなかった。バカな人。あんたにそんなこと言う権利なんてない。シャルラは、シャルラは何なんでしょう。なんで。以前一人で何を探しているのかと尋ねたら、彼女は私の命だと答えた。お前こそが彼女にとって命なのだろうな。だから私にはわかりません。なぜ自らの命を懸けてまで。あなたにはわかりますか、ヴィンセント・バレンタイン。私は彼女ではないのでな。ただ。ただ。人は誰かを守るために、本当に大切なものを守るために、命を懸けることができる。それが人なのだろう。本当に大切なもの。だがななぜか私の周りには理屈抜きで飛び出して誰かを助けるお人よしばかりだ。あなたも。あ、護衛さん、護衛さん。こんなところで寝てちゃう、風邪ひきますよ。人の顔を見て驚くなんてちょっと失礼じゃない。いや、すいません。だいたいこんなところで昼寝してて護衛任務ができるのかしら。あ、風がとても気持ちよかったので、つい。まあ確かにここは風が気持ちいいわよね。でもね、そこは私の指定席なの。一緒に食べる？すみません。彼女の断片が反応。ヴィンセント、あなたの言う通り立ち止まっている場合ではありませんでしたね。それでお聞きしたいのですが、信頼屋敷で見つけたデータはあのディスク以外にありませんでしたか。いや。そうですか。なんだ。はい、送っていただいたオメガレポートですが、データが不完全なものでした。おそらく他のデータと組み合わせないと意味のないものと思います。
ミッドガル侵攻作戦前にオメガのことをちゃんと知っておきたかったのですが。それはルクレツィア・クレシェントのデータでしょうか。え、そうですが。私の中には彼女の断片データが数多く記録されています。エンシェントマテリア入手のため命令によりこの身に記録したものです。ただそのデータは不可解なものが多い上に私の思考にまで干渉してきました。このイレギュラーな現象はデータの欠損から起こっていると思われます。そのオメガレポート私の中へ入れてみませんか。もしかしたら私の持つデータと合わせ保管復元が可能かもしれません。これはお互いの利益につながると考えますが。積もる話は後にしようぜ。作戦会議までは時間がある。チーとブラブラしててくれ。うう、これでもだいぶマシになったんだけど、やっぱ飛行艇は嫌いだ。ごめん、今話しかけないで。シェルクさんのおかげでオメガレポートの解析が進みました。私もまだ全ては把握していませんので、詳しいことは作戦会議でとしましょう。本部施設が使えなくなるので、こちらで治療を続けるそうです。ほんの少し前まで、あそこに入っていたのは私だったんですけどね。いえ、忘れてください。何をしてるんだ？ここの設備で、SND、センシティブネットダイブが可能なように改良しています。センシティブネットダイブ。私のツビエイトとしての能力、感覚を残したままネットワークという疑似空間に自身を投影し先行します。他の精神や感覚の干渉も疑似ネットとして先行が可能ということが大きな特徴ですが、どちらにしてもリスクが大きい。死んだとしても次のための実験としての意味合いが大きかったと思いますが。すみません、関係ありませんでしたね。簡単に言えば私専用のネットワーク端末を構築している
というだけのことです。何か？いや、やはり姉妹だなと思っただけだ。地上からはあいつらを中心とした WRO の残存部隊が攻撃を仕掛ける。お願いします。始めます。データ解析リンクセンシティブネットダイブ開始。人の命が星に帰るように、星は空へと帰る。形あるものにはいつしか終わりが訪れる。星もその例外ではない。星はその命が尽きる前、清き命の流れ、ライフストリームを一つにする。それがオメガ、そのためのオメガ、すべての命を集める究極の生命。そして命を集めしオメガ、終わりを始まりへと導くため、星の海へと飛び去る。オメガは命を空へと返すための運ぶ。そしてすべての命がなくなった星はやがて静かに死を迎える。オメガは3年前によみがえったウェポンと同じ存在です。ウェポンは星が自分自身を守るために生み出した抗体。そしてオメガというウェポンも星が終わるとき命を次へと運ぶための存在。つまりオメガは他のウェポンと同じ星が生み出した命の流れを守るためのシステム。本来オメガ自体に害はなく、星が終焉を迎えるまで目覚めることはない。ですが彼らはそのオメガを人工的によみがえらせようとしています。そのための誘拐です。
ちゅうこと？純度を高めたライフストリームを擬似的に作り出し、多くの命が星に帰った状態を再現しているようです。最悪だ！ふざけんな！愛して野郎が何考えてんか知らねえが、今すぐぶっ飛ばしてオメガの復活を止める。はい。オメガはミッドガル深層部にある0番魔光炉で生まれようとしています。その0番魔光炉の活性化を1から8までの魔光炉がサポートしている状態です。まずは周辺魔光炉を叩き、オメガ復活を引き伸ばします。では細かい指示は各隊ごとに伝えます。よし、作戦決行まで少しだけ時間がある。チーと自由行動にしようか。少し疲れました。ヴィンセント・バレンタイン。なんだ？これもあなたが言っていた誰かのためのお人よしなことですかね。そうかもな。私の中で彼女の断片がデフラグされています。いくつものイメージが、あなたと共に見たあのイメージ、干渉、復元。少し疲れました。魔光炉は全部安心して俺たちに任せてくれ。おめえは例の4人の相手を頼む。おめえ一人に任せんな、心苦しいんだがや。俺はこの船を離れられねえ。クラウドたちには各魔光炉を止めてもらう。でもってツビエイトってのは相当なもんなんだろ。となると普通の奴らはもちろんユフィにも任せられねえ。すまねえが頼んだぜ。しかしよ、ケットシーじゃねえ、リーブのやつも偉くなったもんだよな。この飛空艇師団もよ、俺が仕切っちゃいるが、金出してんのはあいつなんだよ。まあこういう星の危機には協力するって約束でな。しかしあいつそんな金持ちだったっけか。これ終わったらパーッと飲もうぜ。おめえとも随分飲んでねえからな。シエラも気にかけてたからよ。用がなくてもたまには遊びに来いってんだよ。うう、あいつらさ、舞台も襲いやがったんだ。まあ親父含めたご教戦のおかげで最悪の状況にはならなかったみたいだけど、でも親父たち年甲斐もなく頑張りすぎるからな。見てるこっちが心臓に悪いよ。今日は本体か。本部も壊されてしまいましたからね。でも持ってきてはいますよ。どうも、5号です。知ってるのか。え？この組織の援助者を。ああ、その話でっか。実は知らないんですよ。代理人としか会ったことはないので。ただWRO は今の時代に必要な力です。だから誰がどんな利害で援助をしてくれているのかは知りませんが、私は利用させてもらうことにしました。
まあ世界へ借りを返そうとしている誰かだとは思っているんですけどね。ヴィンセント班も今のうちに休んどいた方がええですよ。この先ちーっときっついことになる思いますんで。空と陸より全戦力を投入。多少は必死と見える。それくらいはあがいてもらわなきゃ楽しめないわ。かの目覚めはすぐそこです。ここは前夜祭と参りましょう。拾ったあなたの携帯です。少しいじらせてもらいました。シャープ VIN と押せば私の携帯と直通通信が可能です。私はここの端末からセンシティブネットダイブでミッドガル全域のコンピューターにアクセスし、問題がなければディープグラウンドまでの侵入をサポートします。違いますよ。あなたをモニターしていると彼女のデータが復元されることがあるのです。これはデータの欠損を埋めるための行為です。何も言ってない。とにかくずっとというわけではありませんが、多少のサポートはいたします。わかった、頼む。いえ、いつも命じられ動いてたので頼むと言われるのは珍しいなと。こちらの話です。では船の警護も頼んでしまいましょうかね。あなたの強さは以前見せてもらいましたから。この先何が起こるか分かりませんし、できる限りでよろしいのでお願いいたします。私が？はい。
局長。あ、では私はこれで。ヴィンセント、また後ほど。それではシェルクさん、頼みましたよ。がありません。